皆さん、こんにちは。ヒューマンギルド、長藤薫です。アドラー心理学専門チャンネル、ヒューマンギルド。本日は、やる気を出させるにはどうすればいい?というタイトルでお送りします。少し前の動画で、やる気、モチベーションの高め方についてお話をいたしました。ご覧くださった方、ありがとうございました。企業研修などでも、やる気のお話をすることがあるのですが、その際に、まあ、やる気の仕組みは分かったけれど、どうすれば部下や子供のやる気、特にお子さんのやる気ですね、それを出させることができるのかという質問をよくいただきます。それに関して今日はね、一緒に考えてみたいなと思います。まあ、おさらいになりますけれども、ここに外発的動機づけと内発的動機づけというスライドがあります。人がね、まあ、こういう、やるぞっていうね、この形になる、ために、やる気を出す際に、まあ、二つのパターンがあります。一つ目が外発的動機づけ、二つ目が内発的動機づけというものです。で、この動機づけというのは、やる気とかモチベーションと同じような意味で使われる言葉なんですが、まあ、このやるぞっていう、これを、この動きを誘う何かが、外にあるもの、まあ、誘う何かを誘引と言いますが、誘引が外部にあるものを外発的動機づけ、そして、誘引が自分の内側にあるものを内発的動機づけと言います。もう少し詳しく見ると、ま、外発的動機づけというのは、賞罰、いわゆる飴と鞭に代表されるものです。あなたが何かをしたら、ま、こんなご褒美がありますよ、やらなかったらこんな罰がありますよ、というのが、ま、いわゆる外側からやってくるものです。具体的には、ま、金銭、昇進昇格、ご褒美、このあたりまでが賞罰の賞ですね。飴と鞭の飴です。そして、脅しとか嫌なことを課されるとか、競争などが、まあ、いわゆる外から与えられるものです。外から提供されるものですので、これらをコントロールするのは他人なんですね。他者からのコントロールということになります。一方、内発的動機づけというのは、自分の内側から湧き出るものです。まあ、自立性というのは自分で決めたい、自己決定したい。有能さというのは、まあ、有能でありたい、進歩、成長したい、向上したい、達成感を感じたい。関係性というのは、まあ、周囲の人たちと温かい人間関係を築きたいとか、周りの人に貢献して絆を深めたいというような気持ち。そして、面白さ、時間を忘れるようなね、のめり込めるような、そんな体験なんかが、この内発的動機づけになるんですけれども、これらは外から与えられるものではなく、自分の内側から湧き出てくるものなんですね。外発的動機づけのように他者が関与できるものではなく、まあ、自分の内側から出てくるものなんですね。で、どちらが良い悪いではなく、どちらも私たちは経験があるかと思います。ご褒美があるから頑張れたというのもあるし、例えばね、スポーツなんかをやってらした方が自分の記録を伸ばしたいとかね、もっと強くなりたい、もっと速くなりたいというので、内発的にこう頑張れたというのもあるかと思います。ただ、自分が誰か他の人に何かをさせたい、やる気を出させたいと思ったら、まあ外発的動機づけを使うということになるんですが、これには少々弊害があるという話です。それは、まあ、三つの問題点とありますが、飴か鞭を使い始めたらやり続けなければならない。やめたら効果激減。今までご褒美あげてたのにいきなりあげませんっていう風になったら、まあ、やる気はなくなりますよね。そして、飴か鞭の刺激をだんだん高めないと効果が薄れる。今まではこれぐらいで大丈夫だったのが、もうもっともっとっていう風に要求が高まってくる。そして、絶えず外部からの監視統制を続けなければならない。内発的動機づけの心のシステムが備わらない。見ている人、管理する人がいないとやらないということが起きうるということです。これはね、ここまではちょっと前にもお話ししたことなんですけれども、もう一度言っておくと、外発的動機づけがもう絶対悪だからやってはいけないということではないんですが、まあこういう問題点、弊害があるということは知っていた方がいいかなということです。内発的なものにはこういう弊害は見られないんですね。じゃあ内発的なものを上げていくためにはどうすればいいのかと考えたときに、次のような質問をよくいただきます。やる気を出させるにはどうすればいいか。子供が勉強をしないので親が口うるさく怒ってしまいます。どうしたら内発的、自主的に勉強するようになるのでしょうか。どうしたら内発的動機づけを高めさせられるのでしょうか。という質問なんですね。皆さんどう思われるでしょうか。まあ、答えとしては、
内発的動機づけっていうのは、やっぱり内側から湧くもの、内側からしか湧かないものなので、外からの操作はできないんですね。親がどうこうしようとする時点で、もはや内発的動機づけではないんですよね。そして、まあ、皆さん自身がお子さんだった頃、子供だった頃、学生だった頃を思い出していただければ、おそらく答えはシンプルだと思うんですが、やりたくないことよりもやりたいことを優先させていたのではないでしょうか。もちろんね、私はやりたくないことだって率先してやってましたっていう方もいらっしゃると思いますし、もしかしたらそういうね、すごく真面目だった方が、うちの子はやる気がないってイライラしてしまうのかもしれません。ただ一般的に子供はというか人はやりたくないことは後回しにしたり放置したりしてしまうものですよね。私自身その傾向が非常に強いタイプで、文系の国語、英語とか社会の勉強は、まあ、あんまり苦にならなかったんですけれども、理数系が本当に苦手で嫌いで、とにかく逃げ回ることしか考えてませんでしたし、まあ、学生時代中間試験とか期末試験があると、もうギリギリ追い詰められて、ようやく、まあ、赤点スレスレとかね、時に赤点っていう状態で学生時代を過ごしました。そして、こんな大人になりましたという感じです。まあ、大人だろうと子供だろうと、本当に困らないとやらないし、本当に困ったり恥をかいたりすればやるというのが今のところの結論です。どんなに親が将来困るのはあなただからね。って言ったところで、本人が今困ってないとやらないんですね。じゃあ、もうお手上げなのか、親にできることは何もないのか、というと、もしできることがあるとしたら、少なくとも、まあ、ちょっとね、こういう手は打てるんじゃないか、というのをお話ししようかなと思います。やる気を出してほしい、子供にやる気を出してほしいと思ったら、まず一つ目です。そのことを楽しんでいる様子を見せるということです。もし勉強させたいんだったら、親が勉強している姿を見せるっていうこと。ね、親がこうスマホいじりながら、ダラダラしながら、お酒飲みながら、子供に対して勉強しろって言っても、まあ何の説得力もないんですよね。ただ、もし今ね、なんで自分がそんなね、ことをしなきゃいけないんだ、勉強しなきゃいけないんだって思ったとしたら、そんなことを子供に強制的にやらせるのはやっぱり無理ですよね。そして2番目、そのことをやってどんなに楽しかったか体験談を語るということです。まあ、これもね、効果的だと思うんですね。例えば、そのね、自慢するように言うのではなく、例えば、まあ、世界史が好きだったら、ヨーロッパに旅行に行った時にすごいワクワクしたよとか、語学を勉強したおかげで、まあ、外国人観光客の人と仲良くなれたとか、まあ、古文が好きだったから、まあ、今のね、大河ドラマ、平安時代を使ったものですけれども、それをすごくね、奥深く楽しめているとか、自分が好きだった教科を極めたからこそ、今の仕事に就くことができて、毎日楽しいとか、まあ、何でもいいので、普段から、まあ、親がね、その楽しさをちょいちょい語っておくというのもいいと思います。勉強だけの話ではないですよね。例えば、野球をやってる小学生って、大谷翔平選手が小学校の頃どうしてたか、どんな練習をしていたのかっていうのを知りたいと思いますし、ダンスが好きな子は、例えばね、そのオリンピックのブレイキンの代表の選手の子供の頃のことは知りたいと思うんじゃないかなと思います。そして、まあ、ね、大谷選手にしても、このオリンピック代表にしても、その人たちはやっぱり地道な練習とか体の作りについての勉強があってこその今の姿だっていうことが、きちんとね、本人が分かれば、それは大きな刺激になるんじゃないかな。モチベーションの一つの、内発的動機づけの一つの刺激になるのではないかなと思います。そして三つ目。そのことを本人が自主的にやっている姿に注目し、肯定的な声掛けをする、性の注目をするということです。やっていないところを目ざとく見つけてね、ほらやってない、早くやんなさいって言われ続けたらね、うんざりしますよね。その、やっていないところを見て、そこに対して、まあ、ぐちぐち、ねちねち言うのは、負の注目。この性の反対の負ですね、負の注目です。ほんのちょっとでもいいから、まあ、やっているところを見かけたら、すかさず注目して、肯定的な声掛けをする。それはね、その、嫌みったらしくね、やればできるじゃないとか、たまにはあなたも自主的にやるのね、というようなものではなく、あ、やってるね、
で、にこやかに声掛けするだけでも十分だと思います。で、まあ私事なんですけれども、もう、まあ亡くなったんですけど、私の両親は二人ともとても本とか新聞を熱心に読む人たちだったし、本に集中している姿とか、やっぱり物知りだったっていうことが、まあなんかすごくかっこよく見えた記憶があります。そして、まあ仕事に関連する新しい技術などの勉強をしている姿も見ていたんですね、子供ながらに。で、私自身は本を読みなさい、新聞を読みなさいと直接言われたことは一度もないんですけれども、やっぱりね、親がそうやって本を読んでいる、新聞を読んでいる姿を見て、自分も自然に本が好きになったという気がします。ということで、本日はやる気を出させるにはどうすればいいというタイトルでお送りいたしました。参考にしていただければ幸いです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。